京都市西京区大原の小学校の前にあるバス停から歩いてすぐの場所、喫茶春日。海鮮丼が名物な喫茶店です。注文したのは海ぶどう丼定食。何を食べるか大いに迷いましたが、他のお客様が食べられていたのを見て、その美しさに心奪われました。ふわふわとろとろの粘りとプチプチの食感とほのかな塩味がうまくご飯と絡み合い、とても美味しいです、はい、うずらの黄身を絡めると濃厚さがプラスされ、これも美味しいです。さらにだし醤油やわさびも加え、味に変化をつけることで食べる楽しさが増えます。海ぶどう丼にして正解でした。丼のメニューは他にもマグロ、イクラ、ウニ、カニ、身など海鮮系が充実。中でもギバサと呼ばれる赤目という海藻の丼が美味しいと聞いていたのですが、次のお楽しみにしたいと思います。ここまで動画をご覧になった方は疑問が湧いたのではないでしょうか。喫茶店なのになぜ海鮮なのか。実はご主人が京都中央卸売市場に長年勤めていた関係で、毎日中央市場で鮮度の高いネタを仕入れてこられるそうです。そのため新鮮な海鮮物の定食がとても充実しているのです。自然豊かな大原野にある喫茶店ではありますが、迷わず海鮮系の丼をご注文されることをお勧めいたします。店名の春日は付近の地名春日にちなんだもの。山里にある典型的な地域の喫茶店、お客様も地元の常連客が多く、お昼の時間はいつも満員、地元の人に愛されているお店。普通の喫茶店と少し違うのは海鮮丼が美味しいということ。ごちそうさまでした。西本願寺の東側、油の工事正面交差点から北へ少し、相生餅食堂。メニューはそば、うどん、丼物、典型的な一昔前の食堂。店内にはテレビや雑誌もありません。ゆったりと食べることができるお店です。注文したのは天とじ丼。味噌汁代わりに中華そばも足してみました。とろとろ卵の天とじ丼、想像通りの食べ慣れた美味しさです。大衆食堂の中華そば、
安定しています。天とじ丼と中華そばを交互に食べる幸せ、食欲があるというのは本当に素晴らしいと改めて思い知ることができます。関西エリアに昔からあるなんとか餅食堂、いわゆる餅系食堂、京都でも歩いているとよく見かける昔ながらの大衆食堂、餅系食堂の関連性を調べてみると、発祥地は京都の寺町六角で、あんころ餅を置く甘味食堂だったようです。大正末期から丼物や麺類を扱うようになり、すでに現在の大衆食堂の形になっていたといいます。その後、のれん分け制度で戦後店舗を増やしていき、かつては町の至る所になんとか餅食堂があふれるようになったというわけです。そして現在はというと、新しい形態のお店が増えたことと、店主の高齢化、後継者不足により、なんとか餅食堂の廃業が相次ぎ、店舗は少なくなる一方のようです。ただほっこりするんですよね。昭和生まれの私はなぜか落ち着きます。もちろん味が良いことに越したことはないですが、私にとってはこの雰囲気が一番のごちそうになっています。美味しかったです。ごちそうさまでした。天丼巻の京都寺町店、寺町通りと六角通りの交差点を少し下がったところにある、いつも行列ができている人気店です。天ぷらを目の前で揚げて見せる演出でライブ感が楽しめ、外国人観光客にも好評のお店です。注文したのは天丼ロ、このお店一番の人気メニューです。インパクトのあるビジュアル、素晴らしいです。丼の蓋は立ててあるだけで、取り皿として使います。まずは小柱のかき揚げ、さっくりと揚げられた衣の食感が美味しく、素材のうまみが強く感じます。美しく揚げられた野菜の天ぷら、サクサクでこちらも美味しいです。そして天丼といえばエビ天、まっすぐに上がった形が嬉しいです。太さもあり、食感でエビのうまみを感じられます。次はこの丼でひときわ目立っているアナゴ天、薄めの衣でアナゴの食感を楽しむことができます。ふわふわで甘みのある身がとても美味しいです。できたて熱々の天ぷらと
特製のつゆをかけた天丼。丼からはみ出るほどのボリュームで、甘辛いタレとごま油が効いた天ぷらの相性は抜群。箸が休むことなく美味しくいただけます。そして最後のお楽しみは鯛だし茶漬け。ご飯を少し残し、薬味とわさびをのせ鯛だしをかけます。天丼の醤油だしがかかったご飯と熱々の鯛だしが絡めば、それはもううまいに決まっております。口の中に広がる鯛の風味とガツオの風味、最後まで美味しくいただき大満足です。祇園天ぷら天州、京阪祇園市場より徒歩1分、祇園商店街では唯一の天ぷら専門店です。京都の風情を残す佇まいで、創業以来継ぎ足したタレでいただく天丼が人気です。注文したのは名物の穴子天丼。丼からはみ出るほどのボリューム。贅沢にも穴子が4つも乗っています。揚げたての天ぷらをそのまま数秒間タレにつけてご飯にのせる関東風天丼。タレは創業以来継ぎ足されたもの。タレでベタベタにはなってなく、カラッとした食感を残した絶妙なバランス。衣はカリ、身はふわふわで、とても美味しいです。薬味は一味、山椒、抹茶塩が用意され、味わいを変化させ、楽しむことができます。京都祇園で食通が足しげく通う老舗名店天州、看板メニューの絶品穴子天丼は揚げ湯にコーン油とごま油を使っておられ、甘い香ばしさが口の中に広がります。ずっしりと重厚感のある食感は満足度が高く人気となっており、ランチタイムだけで穴子を100匹以上揚げるというのもうなずけます。創業以来変わらぬ味を守り続けておられるこちらのお店、お昼は数量限定のかき揚げや新鮮な穴子を使った天丼、夜は煮穴子の白焼きや巻き寿司、豊富な天ぷらがコース仕立てで味わえます。リーズナブルで美味しい料理、おすすめのお店です。京都市伏見区城南宮の近く、鳥羽街道沿いにあるタイムスリップしたような昭和の雰囲気漂う中華料理店白水、おすすめの丼をいただきにやってきました。注文したのは白水飯とグオティエ餃子。白水飯の見た目は
ほぼ中華丼ですが、ある具材が入っており、中華丼よりも50円高くなっています。この具材、わかるでしょうか？レバーです。素揚げしたものを野菜と合わせ調理されます。これが意外にも相性がよく、濃い味付けのあんと絡めると、ご飯があれよあれよとなくなっていきます。そしてこの白水飯、具材が山盛りです。ご飯が全く見えないほどのボリューム。中華丼でよくある、あんが少なすぎる問題。こちらの白水飯に限っては、そんな心配はいりません。あんまみれです。これは嬉しくて、ニヤニヤしてしまいます。お味の方は、醤油系でいて、ごま湯がほのかに香ります。懐かしく、優しさを感じ、素直に美味しいです。また、野菜の火加減も絶妙で、噛み応えがよく、食べていて気持ちがいいです。そして、グオティエ餃子、いわゆる焼き餃子のことです。厚めの皮ですが、パリパリ感があり、中の具もしっかり味がつき、美味しいです。こちらのお店の特徴は、一昔前のノスタルジックな大衆中華店であること。コンパクトでカウンター席のみの店内。壁に掲げられたメニュー表、そこそこの音量で流されているラジオ。目の前の厨房で調理されてる様子がよくわかり、フライパンから火を出しながら炒められる料理。この雰囲気が好きな人であれば、最高のお気に入りのお店となるでしょう。ちなみに私は好きです。